皆さんこんにちは。暑くてエアコンが効いてる室内から出たくないコタンクロカムイの頃です。1日アイスを1ケースは食べないと体が保てないキムンカムイのもんだぜ。最近本当に暑い日が続いているわよね。ああ、夏バテしちまって参っちゃうぜ。そんな時こそスタミナがつくものを食べて乗り切らないとね。スタミナがつくものといったらやっぱり肉だろう。そうね、疲労には特に豚肉が良いそうよ。豚肉料理なら豚丼、とんかつ、ポークチャップ、焼き鳥。あ、そういえば北海道って焼き鳥といったら豚肉だよな。焼き鳥だけど豚よね。あ、函館の焼き鳥弁当が食いたくなってきたぜ。あら、それじゃあ今回は函館のローカルコンビニ長谷川ストアと焼き鳥弁当について話していこうかしら。おう、よろしくお願いするぜ。正式名称、株式会社長谷川ストアは函館市で1979年にできたコンビニエンスストアで、ハセストの愛称で呼ばれているわ。前に紹介したセイコーマートも1970年代にできたから、コンビニが流行してきた時代だな。そうね、会社自体は1958年に商店をやっていたのだけど、1978年に創業者の長谷川文夫さんがレジに立っていた時、お弁当ないの？とお客さんに言われたらしいの。お弁当がなかったのか？今みたいなコンビニではなく、店内調理で焼き鳥やおにぎりを売っていて、それを即席でお弁当にして売ったのが今の焼き鳥弁当の始まりとされているわ。そのお客さんの一言からだったのか。やがてそれを販売するようになると大人気となって看板メニューとして定着していったわ。今じゃハセストと言ったら焼き鳥弁当だよな。ところでママ、長谷川ストアのマークは知っている？マーク？あの豚さんが焼き鳥を笑顔で焼いているやつか？確かにあのイラストも目を引くけれど、それは焼き鳥弁当のパッケージね。ほら、看板についているこういうマークよ。あ、こっちか。見たことあるぜ。このマークは通称ニコちゃんマークと呼ばれていて、4つの意味があるのよ。4つもあるのか？まず1つ目のコックの帽子は焼き鳥弁当をはじめデリカ商品に力を入れているという意味なの。確かにお惣菜がとっても多いよな。2つ目は後ろの瓶でマークを作った当時よく売れていたウイスキーの瓶の形なんですって。ウイスキーの瓶なのか、マヨネーズかと思ったぜ。3つ目は笑顔でにっこりスマイルでお客様をお迎えしますという意味が込められているわ。接客業の人たちってすごいよな。4つ目は顔の輪郭と星で、顔は太陽で昼、星は夜を表していて24時間営業という意味なのよ。マークができた頃から24時間営業だったのか。このマークにそんな意味が込められていたなんて知らなかったぜ。今では函館市に10店、北斗市に2店、七飯町に1店の13店舗があるわ。渡島地方にしかない本当のローカルコンビニだな。あれ、デモ前のセイコーマートの会の時にタイエーってコンビニもあるって聞いた気がするんだけど。よく覚えていたわね。そう、根室市にも長谷川ストアからの連分けしたタイエーというコンビニエンスストアがあるのよ。それじゃあ次はタイエーについて詳しく話していくわね。まだそのタイエーに行ったことなかったからよろしく頼むぜ。1931年に先代大江清松さんが根室市千島町に小さな食料品店を構えたのが始まりとなっているわ。この時も最初からコンビニではなかったんだな。そうね、この時代は世界恐慌や満州事変などがあって物資を集めるだけでも大変だったと思うわ。そう思うと今の時代は本当に恵まれてるよな。家にいても商品が届くんだから。そうよね、いろんな地域のいろいろなものが簡単に手に入るものね。それから1974年に大江貞美さんが後を引き継いで株式会社大江商店として法人化したのよ。おお、商売が順調にいってるってことだな。当時は船舶の食料品を多く手掛けており、今でも数は減ったもののサンマ漁船の積み込みも継続しているそうよ。根室といったらサンマのイメージなんだよな。そうね、秋のサンマ漁の時期になって大漁だと根室市内では無料でサンマを配るところもあるものね。油が乗ったサンマ、うう、本当にムンは食いしん坊ね。そして1987年、3代目社長さんが27歳の時に
函館に焼き鳥を焼いて出している面白いコンビニエンスストアがあると耳にしていたの。当時は SNS なんてないから、多分口コミとかで知ったんだろうな。そして友人の結婚式で函館を訪れた際に、結婚式が終わった後の夜9時に、お店を見せてほしいと長谷川ストアに電話したのよ。いきなりそんな遅い時間にか？そんな急に言われても困るんじゃないのか？後にご本人も、若気の至りで常識外れの行動だったと言っているわ。でも長谷川さんはそれに応えてくれて、お店を案内してくれたのよ。長谷川さん、いい人でよかったな。しかも見ず知らずの若者相手に夜中の3時まで商売について教えてくれたそうよ。夜中の3時、初対面なのにすごいな。タイエさんもすごく熱意があったんじゃないかしら。それから、本当にこれからコンビニをやるのであれば修行に来るといい。とまで話が進んでいくわ。なんか、トントン拍子に話が進んでいくな。根室には24時間営業のコンビニがない時代に、これからの商売を考えていたタイエさんは、運命を感じて修行のお願いをしたわ。この時代は修行が必要だったんだな。そうね、修行期間は3ヶ月と短かったとされているけれど、コンビニの経営やノウハウから、元祖、焼き鳥弁当についてなど、教えてもらったんですって。長谷川さんの後世を育てる姿勢に感動するぜ。そうよね、今でも長谷川ストアでは、次世代教育支援対策推進計画として、小、中、高校生に対して、店舗見学や職業体験の相談などを受けているのよ。詳しく知りたい方は、長谷川ストアのホームページを見てみてくださいね。タイエーのホームページではお礼の言葉として、長谷川会長との出会いがなければ、今のタイエーはなかったですし、今こうしてなんとか商売を継続していられるのは、会長に教わった数々の人としてのあり方や商売の原点、そして看板商品の焼き鳥弁当という巨大な名物のおかげと感謝しています。と、書かれているわ。ちゃんと受け継いでいるんだな。今では4店舗を営業していて、長谷川ストアの焼き鳥弁当は焼くときに函館ワインを使っているのに対して、タイエーでは十勝のワインを使っているのよ。へえ、そうなんだ。あと、タイエーのお土産ナンバーワン商品で、根室、さんまぶしラーメンが有名よ。これも美味しそうだな。この商品は、ジャミサンマといわれる小さいサンマをどうにか活用できないかと、漁業関係者の方から、サンマ祭りの実行委員長をしているタイエーの社長が話を受け、年に一度、根室さんま祭りで提供していたものなの。最近函館でも未利用魚介プロジェクトって、市場に出せない魚介を商品にしようって活動があるよな。せっかく取った命を捨てずに活用しようとするのはとてもいいことよね。とても好評だったさんま節ラーメンは袋麺の製造が始まり、2019年にはカップ麺も販売されたわ。根室に行ったら絶対買わなきゃだぜ。さんま節は一度に製造できるのが 5kg、5000食分で、焼いて油を落として、さらに湯煎で油を落とした後にミンチにしてから乾燥、それから真空パックにするというとても手間暇がかかったものなの。きっと製品として出来上がるまでに何度も何度も試行錯誤したんだろうな。一つの商品が出来上がるまでいろんな問題を解決しなくちゃいけないからね。根室のタイエーに行った際はぜひこれも買ってみてほしいわ。焼き鳥弁当とさんま節ラーメンなんて最高すぎるだろう。長谷川ストアと北海道のコンビニ代表のセイコーマートは2004年に資本・業務提携を結ぶのよ。ローカルコンビニ同士が手を結ぶのか。そういや前のセイコーマートの解説でも言ってたもんな。ポイントカードのセイコーマートクラブカードが長谷川ストアでも使えるようになり、2012年に終了しているけれど、セイコーマートでも焼き鳥弁当が売られていたのよ。そうだったのか。でも俺はセイコーマートはやっぱりカツ丼だな。セイコーマートの話になるといつも言っているわよね。でへへ、つい。函館の中でも一番大きい中道店にはたくさんのお弁当やお惣菜が売られているわ。安くてボリュームもあってどれを食べようか迷っちまう。缶も店内で作っているからタイミングが合えば焼きたての缶を食べることもできるのよ。選択肢がまた増えた。中道店と所在地が一緒の元長谷川デリカは2010年にセイコーマートの子会社の北山食品が吸収合併して、現在は北山食品函館工場となっているの。焼き鳥弁当の焼き鳥もここで作られているのよ。ここから作られているのか。
ここまで長谷川ストアの歴史について話してきたけれど、今度は名物焼き鳥弁当について解説していこうかしら。焼き鳥弁当についてって、ご飯の上に焼き鳥が乗っているで終わるんじゃないか。それが案外奥深いのよ。まず店内に入ったら、注文を書く紙が置かれたカウンターがあるの。ふむふむ。そしてまずは5種類の味から選ぶのよ。5種類もあるのか。定番の甘いタレ、そのままの味を楽しむ塩、あっさりだけどしっかりした味の塩だれ、辛いもの好きに嬉しい旨辛、ご飯が進む味噌だれ。もうこの時点で全部って言いたい。そして次にサイズがミニから小、中、大、ジャンボ、いろいろ楽しめる組み合わせ弁当があるわ。これは俺ならジャンボ一択。でも他の串物も魅力的だな。そんな時は1本から追加も可能で、チーズソースやらマヨソース、温泉卵もトッピングできるから、自分だけの焼き鳥弁当を作ってみるのもいいんじゃないかしら。私は野菜串も入っているから、塩だれの中にポンコチを追加するのが好きよ。全種類追加とかダメかな。それはお弁当の箱に入りきらないから別パックになるんじゃないかしら。そうそう、箱といったらこの溝がついているのよ。溝？これは焼き鳥弁当の食べ方で、溝に焼き鳥の串を合わせて蓋をかぶせるの。そして少しねじりながら串を引くと、具材だけ残って食べやすくなるのよ。お、親切設計だな。季節や期間限定で中のご飯が変えられることもあって、わさびご飯、枝豆コーンバター、ガーリックご飯、栗ご飯、ホタテご飯なんかがある時期も。見つけたら期間限定を行きたいけど、定番も捨てがたい。一つだけなんて選べないぜ。商品やメニューは時期やお店によって異なるので、事前に確認したい人は公式ホームページや SNS、電話で確認してみてくださいね。あと注文を書いたらお店の人に紙を渡すと、その場で焼いて出来たてを出してくれるんだけど、10分から15分ほどかかって、注文が立て込んでいる時はもっと時間がかかることもあるから、待ち時間を作りたくない人は電話注文やモバイルオーダーを使うことをおすすめするわ。待ち時間で店内を見てると、いろんなお惣菜も買っちゃうんだよな。焼き鳥を焼く音と匂いでお腹が減って。確かに美味しそうなものがたくさんあるものね。ああダメだ、もうお腹が限界だ。それじゃあ今回はここまでにしようかしら。最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうだぜ。みんなも腹が減ってきたんじゃないか。最近このチャンネルを見てくれる方が増えて嬉しく思ってます。今後も北海道に関する解説動画を上げていきますので、よろしくお願いします。よろしくだぜ。それでは次回の動画までしたっけね。よし、ご飯食べよっと。